まいちゃんお久しぶり。お久しぶりです。さあ今回は海です。はい。で、フィッシング公営さんでとりあえず何が釣れるか、糸を垂れてから考えたいなと思います。で一応ね、なんかアジがボコボコ釣れる、イカがボコボコ釣れてるそうなんで、それを一応メイン。また時間が早いんで、メタルジグ落としたり、昼のアジ調査をしたり、いろいろやってみたいなと思います。じゃああとよろしく僕今日は大船に乗った気分でやるので頑張ってください。頑張ります。はい。ハネエビ連発。あ、今日絶好調かも。起きた。あ、結構引く。うわ。お前授業するね。ありがとうございます。今日絶好調。いいアジが昼間から釣れるかもということで。村上伊勢天秤。お伊勢さんで生まれた天秤です。でこれにジグヘッドつけて、で割と重ための重り、もう25号ぐらいいこうかなと思ってます。5メーター巻いてまた落としてやり直すみたいな。はいはい、よろしく。はい。僕の方は村上金星の胴付き仕掛け日本針、ちょっとリーダーオリジナルより切ってます。下はね短めにしてる。彼女の方がバルキスパテラで、僕の方はスパテラの 2.5 インチ切っちゃめにしてます。じゃあでも、お、来た。お、来た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 。マイディア負けてなくない？あ、やつ来たんちゃう？もう結構引く。やったやった。そこ結構そこの方で、あ、ホウボウだ。ホウボウだ。よいしょ。イエーイ、いいサイズ。イエーイ。これついた。お、ホウボウ言うてはる。あ、ホウボウって言うからホウボウ。そうよ。バルキスパテラで釣れました。そこついて巻き上げてちょっとしたらグググググってきました。はい、ではここは水深どうだろう、30メーターよりも浅いところで何かしら釣ってみようと思います。はい、デカハネビ。もう最初からベストのセッティングで装着してあります。さあやってみよう。さあ持ち前のスーパーダート効くでしょうか。なんや、デカハネビで来ました。はい、赤旗の可愛いやつ。はい、はいよ。カニくんどうぞ。よし、連発。同じタイプ。お、来た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 。しましまくん、何そっち。お、赤旗。赤旗。ああ、よかった。仲良く釣れましたね。釣れました。じゃあまたどんどん行こうか。このサイズはリリースします。ありがとう。割とリールは巻かずに竿だけでしゃくって横に飛ばす感じ。こうやってで、それを2回ぐらい、3回ぐらいかな繰り返して、で 4.5 メーターでしょ。で、また落とす。で、今度落とした時にそこついたときにコツって音するじゃないですか。それで魚がわーって寄ってきてパクってくるから。ね。今そこついたら食ったね。よし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 。はい。はい、ちょっと肩良くなった。で、赤旗は割と空気を噛んで沈まなくなるんで早めに逃がします。はい、うん、よっしゃ、ハネエビ連発。よいしょ。はい、はい、なんか起きた。あ、結構引く。来た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 。それ逃したやつ俺が。いいやつ。あ、村上さんのやつ来た。潜られたかも。あ、出た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 。
で、竿だけで上げる、竿だけで上げる。そうそう、ほんで、マグ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 。そう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 。読んじゃうな。あ、来た来た。あ、俺絡んでる。マント絡んでる。よいしょ。オッケー。よいしょ。やったやったやったね。やりました、やった、嬉しい。あ、来た。またでかいかも。お、あ、そんなね。あ、すごいすごいすごい。すごいすごいすごい。来た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 。猫メタル。連発じゃん。赤旗や、赤旗や。包丁巻いて、包丁巻いて。巻きすぎちゃうから。やったー。ロックしてよかったね。絵の釣れたね。はい、よかったです。初めて。ルアーが主国デビューでいい魚が釣れました。イエーイ。じゃあ後半も頑張ってください。はい、頑張ります。はい。で、一応仕掛け用意してるんだけど、はい、天秤仕掛けと、はい、天秤仕掛けね、それと胴付き仕掛け、はい、まずは天秤仕掛けで一本針でやってもらいます、はい、僕の方はもう最初から天秤仕掛けの上に胴付きつけて3本仕掛けでやってみたいと思います。そしてイカ、はい、あとはイカは抜け掛け釣ってでシャカシャカやれば、はい、運が良ければ釣れます。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。来た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 。誰かな、アジじゃん。アジかな。あ、アジ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 か。アジアジア。よいしょ、い。やったー。やったね。リベンジがあった。あったね。初のディーパージング成功しました。イエーイ、やったー。よっしゃ。おし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 。あ、今日絶好調かも。さあ、三本針、欲張り三本針。あ、一番下だ、一番下だ、やめてくれ。よいしょ、よいしょ。これがスパテラのバルキスパテラ、カラーはライムシャット。よいしょ、いった。いやいや、さあどんどん行くぞ。 45m がターゲットポイントで、 40m ね、これで、こっからクラッチを切った状態でスプーンで押さえて手を離すのかって、ワームが馴染むじゃないですか、こうやってね、スーッと。でそこから急にツンと落としてあるとシュッと動くじゃないですか、それのリアクション。はいはい、両毛、よいしょ、はいはい、釣れました。よう釣れるね。今から一回やってみたいと思います。来ました。はい、絶好調だね。わあ、連発です。さあ、じゃあ僕も以外やります。40、よっしゃ、一投目から来るね。いいね、ほら来た、イエイ、両系、はい、釣って15、はい、この抜け掛け釣ってなんですけど、ここにケミホタルを入れられます。これをここに押し込むと目が光るみたいなのね。もともとこれが入るように作ってるわけじゃないんで、ちょっと渋かったりします。要は入りにくかったり、大きすぎたり。だからそれは、例えば入りにくいやつはちょっと穴大きくしてみたり、あのドリルかなんかで、ね、で、穴の方が大きかったら1枚テープを巻くとか、そんな感じで。さあ、一旦これでやってみましょう。よし、来た。あ、でかい。3、4、5、6、7、8。お、でかいでかい。お、来た。でかい。イエイ。抜け掛けパニックっていう、はい、普通はね、この上の方の、部分にお助けのエギもしくは、すってをつけます。要は浮力帯ね。でこれはそのまま抜け掛けすってをつけてて、2連チャンの当てる抜け掛けパニックで、抜け掛けすってはカンナが1個なのでほとんど絡まない。これをカチッとやります。ハンドルが回るので、それでだいたい40回転くらいのところまで落とします。1、2、3、4、5、6、7、8、36、31、32、40で止めて、このレバーを元に戻して
何回か上げて下げて反応がなければ1、2回転ずつ巻いて棚を変えます。と、来ましたちょっと大きいかも。やったー、やったね。あれも来たぞ。かわいいやなんか嫌やな、それと比べんの。よし、うわこれまた絵に描いたような。はい、オッケー、釣れました。釣れました。イカは今日最高やね。どこも釣れるね。いいですね、楽しい。お、目ん玉次に当たった。これケミホタル入りに食いました。やったー、来た来た、イエーイ。抜けがけパニックで釣れました。抜けがけすってバージョン2です。はい、僕の方はとりあえずじゃあアジを狙って、イカはまえちゃんに任して。お、来た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 、釣れました。よいしょ、いい中アジアで。来ました、プロト。それはね、キビナコール。キビナコールです今回はこれ新色、名前決まってない、だいぶ緑、それと白、これは夜光が入ってません。この辺りをちょっと試してます。あっ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 、両系来たよ。よいしょ、ちょっとマシ、もう外れる。はい、お、お、今日一、今日一だ。タイヤ今日一、ほい、あ、来ました。大きいかも。ケミホタル入れたら1回目のしゃくりですぐに来ました。やったね。あ、でかい。来ました。お、すごいぞ。わ、セミホタル絶好調。絶好調やな。はい、効いてるな、絶対に効いてます。おしおしおし、アジがおらんくなったらイカだらけだぞ。ほら、これケミホタルの方来てね、確実にケミホタル。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、まいちゃん今日は素晴らしいね。今日はすごかったですね。ロックフィッシュからイカから、はい、イカなんかもう把握してずっと釣ってたね。はい、すごい楽しめました、うん。まあ、今度からイカはまいちゃんに任そうかなとどうかで思ってます。はい、また、季節変わったら釣れ方も変わるんで、また一緒に行きましょう。はい、ということで今回はフィッシング公営さんからでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。